京岡競輪で開催中の第71回、ダービー3日目はガールズコレクション行われました。長澤彩の優勝でした。岸子さん、穴目で狙い出していただいてますけど、最近の2場所 の、はい、あの完全優勝した内容が良かったですね、うん、まあやっぱり本命で、押してた1位高君はね、うん、最終バックなんで外に車を持ち出せなかったのかなというのがちょっと不満が残りますね。その分かじったの、まあ、国の長澤彩、はい、見事にという感じでしたね。そうですね、まあ、冷静にあのかじったを追ってたっていう感じでしたね、うん、まあ、その後に荒牧がね追走して後輩と、ね、私も狙い目指していたので、あの、はい、荒牧が外伸びるんじゃないかと期待したんですけど、さすがにこの長澤は、うん、まあ、さらがしでもあったのかなという、はい、非常にこう、まあ、美しい優勝というか、また新星が、そうですね、あのやっぱ今後また長澤も伸びてきますよね、うん、はい、まあ、男子の方は二次予選があったんですけれども、はい、ベテランというか神山雄一郎を締めましたね。すごいいい伸びでしたね、うん、僕もあの現場から見てすごいなっていうね、気迫を感じましたね。キープさんこう非常にうなるようなこの追い込みていくというか、興奮しました、はい、また本当まだまだ神山雄一郎は競輪界にやっぱ必要だなと思います。そうですね、もうレジェンド神山、はい、もう今後も応援したいですね、はい、4日目はゴールデンレーサー賞がメインになります。予想を出していきましょう。はい、ゴールデンレーサー賞並びですが、9番、3番、4番、6番平原幸太に武田豊樹、諸橋めぐむ、芦澤大輔、2番、7番、渡辺和成が前で新田雄大、5番、8番、三谷隆起に園田拓実、そして1番、深谷智弘が短期になります。秋子さん、関東4社がっちり並んできますね、はい、そうですね、もう関東4社が、まあ、まず並んだっていうのが強力ですよね、はい、このゴールデンレーサー賞に関しては全員が準優に行けるっていうことで、一番先頭の平原がね、やっぱりそういう後ろに3者もついてるということで、まあ前々と攻めながらもう早め早めに組んでいくんじゃないかなっていう、そういうふうに思いますね、はい、やはりその中で武田豊樹にこう展開向きそうかなって。そうですね、武田もですね、もう初日のレース見ましたら、うん、もう本当に感動するレースをやってまして、仕上げてるなっていう感じしましたね、はい。あとは、まあ、常々狙われている園田拓実、やはり気になりますか。そうですね、初日直線も頑張りましたし、やっぱりゴールデンレーサー賞に関しても、うん、一度は三谷は絶対一回出ていくんじゃないかなと、うん、そこをですね、僕は短期の深谷が一気にかまして出れば、三谷がそれを追う、そこを3番手の園田が直線ズブッと抜けるんじゃないかなと思いますね。また後輩と園田からありそうな感じ、はい、そうですね、はい、私はその平原に対する三谷隆起であり、まあ、高松ウィーナーズカップの優秀でも前にあった渡辺和成、はい、襲いかかっていくと短期の深いで自然と流れが向いてしまうのではというところで、一前前もうこれは諸橋や園田の 2,3 着なんもう穴っぽい選手もいますので、はい、手広く狙うと思います。面白いですね、はい、4日目は二次予選の残りの2個、行われるんですけども、9レースの岩津雄介が強る川端智之、あきこさん、川端本当に本格化していますね、はい、そうですね、競技の方ではもうかなり強かったんですけども、うん、やっぱり今競輪の方でですね、やっぱり思い切りがいいのと自信を持って走ってますよね、うん、はい、あとは10レースの松岡隆久、はい、二次予選、結構九州勢がポンポンと勝ち上がったので、はい、この松岡隆さん、もう研修場でちょっと話したんですけども、うん、僕もやれますよっていう、はい、話をしてましたね、うん、やっぱ初日の特選も隙がないレースをしてましたし、うん、まあ、二次予選もここは隙を与えない、うん、もう相手人の隙を突っ込むっていうレースをするんじゃないですかね。まあ、初見的にも松岡から狙っていきたいなという、はい、番組ですし、そうですよね、はい、二次予選勝負してゴールデンレーサー、まあいいレースになりそうですね、はい、楽しみにしていきましょう。